ミッションを説明しましょう。依頼主はオーメルサイエンス社。目的はトーラス社の最新の採掘施設ビズルンの防衛部隊の排除となります。敵の主戦力はノーマルと自立兵器です。そちらの実力次第ですが、まあネクストが手こずる相手でもありません。自動防衛システムによる核兵器閉鎖も予想されますが、依頼主から破壊許可をいただいておりますので、これも大きな障害とはならないでしょう。説明は以上です。オーメルサイエンス社とのつながりを強くする好機です。そちらにとっても悪い話ではないと思いますが。ミッション開始。敵防衛部隊をすべて排除する。施設内に不明機体が侵入。ネクスト機と推測されます。総員、戦闘配置。ライバルアーマーが自然減衰する。手早く終わらせず、長いが不要だ。目標、残り約半数。ガードメカ制御、A 点に切り替えます。ミッションを説明しましょう。依頼主はオーメルサイエンス社。目的は旧チャイニーズ上海海域に停泊中の敵艦隊の排除となります。敵艦隊は GA 社と BFF 社の混成となり、最新の反砲台型ノーマルの展開が確認されています。とはいえ、所詮は古い発想の兵器に過ぎませんが。また依頼主は協力機との共同をご希望です。最終的にはそちらの判断ですが、無理はしない方が良いのでは。説明は以上です。オーメルサイエンス社とのつながりを強くする好機です。そちらにとっても悪い話ではないと思いますが。ミッション開始。作戦エリア内の敵艦艇およびアームズフォートを全て排除する。反砲台型ノーマルを確認。前面に大型のシールドを展開している。わざわざ弾を無駄にすることもない。回り込んで後輩から落とせ。アームズフォートギガベースを確認。腐ってもアームズフォートだ。だと言って侮るなよ。目標残り約半数。
ガベースの撃破を確認。残敵を掃討して終わりにするぞ。目標残りわずかだ。全目標の排除を確認。ミッション完了だ。ミッションを連絡します。試験運転中のクレイドル21がリリアナを称するハントどもに占拠されました。彼らはラインアークをすら追われた過激な反体制勢力です。愚かで暴力的、生かしておく価値は何もありません。あなたには特例としてクレイドル空域に入ることを許可します。奴らを直接排除してください。なお21の損傷はできる限り抑えてください。もちろん損傷が軽微であれば報酬の上乗せを約束します。優れたネクストであれば問題のない任務です。快楽を期待しています。ミッション開始。クレイドル21を占拠する。リリアナを排除する。過激派といったところ、所詮はノーマル程度が関の山だ。ネクストの敵ではない。苦戦すら論外だ。分かっているな。敵増援を確認。自立型ネクストだ。所詮は実験兵器、隙だらけ。ブレードにだけは注意しろ。リンクスだ。リンクスが来たぞ。クソ、企業の差し金か。カラールか。牙を抜かれた山猫がのこのこと。教えてやれ。勝敗を決めるのは覚悟の差だ。しかし、やってやれ。やればいいんだろう。てえ、撃ちまくれ。同じ人間だ。やれるはずだ。目標の排除を確認。ミッション完了だ。まあこんなものだろう。旧大点だ。何も言うことはない。